皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニレボやっていきましょう。今日こそスティンガーフリンさんを目覚めさせたいですね。そうだな、このスティンガーフリンを起こすためには大量のエネルギーが必要なんだっけ。一体どんなエネルギーなんだ。今日も君たちの脳に直接話しかけさせてもらうぞ。これなんか慣れねえよな。脳の中でスティンガーフリンの声がさしてもキンキンするんだよ。私はロボットなんで全くわからないですけどね。つねるなってパロ。それでスティンガーフリン、エネルギーっていうのは一体どんなエネルギーなんだ。私たちみんなで集めればきっと早く集まりますよ。頼もしいな。すまないが、必要なエネルギーをみんなで力を合わせて集めてきてくれ。必要なエネルギーは、必要なエネルギーは海水だ。大量の海水。海水？え、そんなんでいいのか？海行ったら普通に手に入るじゃねえか。なんか誰かを倒すとかさ、なんかレアなアイテムが必要とか、そういう感じだと思ったよ。それならば早く集まるかもしれませんね。でも海水の量にもよるんじゃないですか。スティンガーフリンさんとっても大きいですからね。運んでこれる量だといいんですが。察しの通りだ、パロと言ったか。君は私の頭と似ていて親近感をとても覚える。以後よろしく。おいスティンガーフリン、パロには脳がないから話しかけられてないぞ。え、なんか話しかけてくれてるんですか。もう人間になりたい。一体何リットルの海水が必要なんですか。まあ俺とクイーンは大きいからな、大量の海水を運んでくることが可能だぞ。楽勝なんじゃねえか。必要な海水の量はほんのちょっとでいいんだ。100トンぐらいでいい。100トンってそんなの運んでこれるわけねえじゃねえか。おいおいパーロ、スティンガーフリン100トンの海水運んでこいって言ってるぞ。それはどんな大きなユニットでも無理難題ですよ。困りましたね、まさか100トンとは。おいおい、どうするよ。安心してくれ君たち、私に考えがある。なんだ、早く言ってくれよ。その考えとは。いや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 、めっちゃお前でかいじゃん。運べないよパロ。スティンガーフリンを海まで運べって言ってるぞ。なるほど。しかし100トンの海水をここまで持ってくるよりははるかに軽いと思いますよ。まあそれもそうなんだが、幸いにもバウンセリア女王とジャンボジョッシュがいます。他の大きなユニットにも手伝ってもらえばスティンガーフリンさんを運ぶことができるのではないでしょうか。そうだな、じゃあこの足を一人ずつ持って引っ張っていくか。あと二人必要だな。私も頭数に入ってるじゃないですか。あ、そっかパロ、さすがにお前は無理だな。じゃああと三人だ。よし、6人集めてスティンガーフリンを海に運ぶぞ。それわっせわっせわっせ。おいヤクシ、なぜスティンガーフリンを海辺に作らなかったんだ。しょうがねえだろ、結果論だよ。ああ表ちょっと休憩。ヤクシ、男の子でしょ。こんなにか弱いレディーがこんなに汗水垂らして頑張ってるのよ。男の子なんだからもっと頑張りなさい。あ、すげえなバンバリーナ。まだ海は遠いな。おいみんな頑張れ。いやしかしシアンフィドルズも来てくれて助かるよ。おいヤクシ、口を動かしてないで手を動かせ。ああすいません。そうね皆さん、こっちですよ。私が先導しますからね。ねえねえクイーンバウンセリア、あなたも大きいんだからさ手伝ってくださいよ。あら失礼しちゃいますわ、私は魔法でちゃんと持っていますよ。一見持っていないように見えるけどちゃんと浮いてるでしょ。ああそうなんですか、すいません。よしみんな頑張れ、もうちょっとだ。わっせわっせ。おう、ついにやったぞ、海だ。いやー12時間ぐらいかかったな。みんなお疲れ。よし、あとはこのスティンガーフリンを海に投げてボチャンするだけだ。よし行くぞ、せーの、ボチャン。どうだスティンガーフリン、目覚めてくれ。おいアキシ、目覚めないぞ。本当にスティンガーフリンが海水が必要だと言ったのか。いやいやそうだって言ってたぞ、みんなも聞いてたし。おや、スティンガーフリンの様子が。皆さん、スティンガーフリンの方を見てください。スティンガーフリンが目覚めましたわ。みんな、よく私のためにやってくれた、ありがとう。海水をたっぷりと吸わせてもらった。そして、念願の海だ、皆の者、本当にありがとう。おお、やったぞスティンガーフリン、ついに目覚めた。
やはりとても大きいな、スティンガーフリン。ジャンボ女子よりでかいのではないか。ジャンボ女子よりでっかい、このクイーンバウンステリアよりもさらに大きいぜ、あのスティンガーフリンは。こっから見えてもあの大きさだからな。アキ、現状は聞かせてもらった。倒したい相手がいるんだろ。私も協力する。その前にだ、私はまだ作ってもらってから一度も戦闘をしていない。肩慣らしをさせてくれ。おお、そういうことか。もちろんだ。肩慣らしといえば私しかいないでしょう。大胆なビリー、今日も大胆に剣山。よいしょ。スティンガーフリンさんというんですか。めちゃめちゃ大きいじゃないですか。さあ、スティンガーフリン上陸。どんな戦いを見せてくれるんでしょうか。うわあ、すげえ、水をばらまいてるぞ。うわ、めちゃめちゃかっこいいじゃねえか。うわうわうわ、尻尾をね、尻尾じゃねえや、触手だな。うわ、めちゃめちゃ振り回してる。しかもなんかちょっと浮いてるよな。うわ、マジか。めちゃめちゃ強いんだけど、最強じゃねえか、もしかしたら。なかなかやるな、スティンガーフリン。でも俺に勝てなきゃ、茶またき&玉たきにも勝てないぜ。俺と戦え。いいだろう、どうなっても知らないぞ、シアンフィドルズ。さあ、シアンフィドルズとスティンガーフリンが相対。いやー、この2体が並ぶとですね、はい、こんな感じですね。めちゃめちゃでかいでしょ。ということでね、さあ、電撃もね発射していますね。そしてはい、すげえ、勝った。余裕じゃねえか。めっちゃ強い。それなりにダメージは受けてますけれども、うわお。よし、スティンガーフリン、次は俺だ。いやいや、ジャンボ女子めちゃめちゃ小さく見えるな。さあ、ジャンボ女子に勝つことができたらかなりだぞ。これはいけるかもしれないということでですね、さあ、すげえ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 、はい、尻尾を撒き散らして、うわ、すごい、尻尾じゃない、触手だね。触手をですね、振り回して攻撃している。接近戦もね、ビーム攻撃もできるということでね、かなり力強いですね。浮いてないですか、スティンガーフリンさん、 UFO みたいに。いやー、苦労して作った甲斐があったな。マジで本当に作るのに4日ぐらいかかったからな。はい、めちゃめちゃ多くのねブロックがこのように使われております。はい、こちらね、スチームワークショップにね、はい、アップロードしてますので、もし皆さん PC 版アニレボ持ってたらね、遊んでみてください。結構重たいかも。おい、アキ、私の皮膚を破壊するのをやめてくれ。あ、ごめんごめん。よし、これならば茶またき&玉たきの暴走を止められるかもしれないな。シャドウレッドのところに行って一泡吹かせてやりましょうよ。この戦力ならきっとシャドウレッドたちの戦力を打ち負かすことができるでしょう。よっしゃ、あいつらの元に勝ち込みだ。その前に皮膚がダメージを負ってしまった。もう少し海に入って回復させてくれ。ああ、ごめん、余計なことしちゃった。バカの一つ覚えみたいに突進しても勝率を下げるだけですよ。ちゃんと作戦を立てていきましょう。パロの言う通りだ。しっかり作戦を練ってアキシのラボを奪還するぞ。作戦はこうです。まずはアキシさんが突進して、その後にバンバンさんが。ふむふむ、なるほど。おお、さすがパロ。そしてスティンガーフリンさんが。よし、それで行こう。ついにアキスのラボを掌握したぞ。これで奴らは何もできまい。茶またき&玉たき、よくやったな。この後あいつらがまたこのラボを取り返しに来ようとも、お前がいれば何回でも返り討ちにできる。ははははは、素晴らしいぞ。噂をすればシャドウレッド様、奴らです。ふん、今さらこのラボを取り返しに来たのか。もう遅い。ジャンボジョッシュにシアンフィドルズか、ザコどもめ、行ってこい。タマタキ&チャマタキ、お前の恐ろしさを存分に教え込んでやれ。わかった、シャドウレッド。わかった。おい、チャマタキ&タマタキ、俺たちが相手だ。ジャンボジョッシュと組めばきっと倒せるはずだ。勝ってるわけがなかろう。おい、シャドウレッド。ん、アキシか。なははは、久しぶりだな。お前の相手は俺たちだ。うん、なるほどな。我々の戦力を分断しようというのか。作戦が筒抜けだぞ。望み通りにしてやろう。行くぞ、シアン。アキシどもを滅ぼす。茶またきと玉たきはあのデカブツ2体を退治しろ。ちょうど似たような色だしな。久しぶりに本気を出すか。ひねりつぶしてやる。おお、シャドウレッドとシアンが来たぞ。よしよしよし、こいつらは俺たちで引きつける。よっしゃ、お前らをぶっ倒してやる。バンバン、バンバリーナ、シャドウレッドめちゃめちゃ強いからな、気をつけろよ。よし、いけ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 。
そー、レインボーフレンズシアン、お前もなかなか強えな。よし、今だ。なんだこいつは。よし、今だスティンガーフリン、お前の力を見せてくれ。ちょっとラボが壊れちゃっても問題ない。おっしゃー、このスティンガーフリンさえいればお前たちを全員余裕で倒すことができるぜ。おっしゃ、いいぞ。真剣部屋こしゃくな。いけいけスティンガーフリン、よっしゃ倒してくれ。よっしゃ、シアン倒したぞ。さあ、シャドウレッドもめっちゃ吹っ飛んでるな。よし、倒したか。スティンガーフリンめちゃめちゃ強いぞ。スティンガーフリン、俺についてきてくれ。ジャンボ女子たちも向こうで戦ってるんだ。よし、分かった。作戦はうまくいっているようだな。さすがパロだ。よし、頼んだぞ、スティンガーフリン。くそ、こいつ強すぎる。決まれ、シアンフィドルズ。頑張って、こいつを止めるんだ。スティンガーフリンの力を借りたいところだが、我々二人で止められるに越したことはないぞ。ああ、シアンフィドルズ大丈夫か。ああ、さあ、シアンフィドルズがやられてしまったか。さあ、邪魔たき、玉たき、恐るべし、ドアー、くそー、こいつら弱いな。もっと強いやつはいないのか。いるのかな。強いやつならいるぜ、茶またき&玉たき。ここに最強コンビがな。え、なんだ。くそ、ジャンボ雑誌、シアンフィドルズ、間に合わなかったか。スティンガーフリン、大きくてもお前はクラゲだ。亀がクラゲに勝てる道理はない。たとえ大きくてもな。いただくとするか、玉たき。あれは食べ応えがあるぞ、茶またき。お前らじゃ勝てねえよ。いくらお前たちが強くてもな、それよりもさらに強いんだぞ、スティンガーフリンは。行くぞ、アクシ。よっしゃ、この玉滝&茶滝を倒せばラボに平和が訪れるぞ。よし、スティンガーフリン、できたばっかりだがお前を頼りにしてるぞ。アクシは援護射撃だ。いけいけいけ、スティンガーフリン。よしどんどん削ってるぞ。でも玉滝&茶滝もさすがの防御力だな。よし、スティンガーフリン電撃も発射できるし、ビームも発射できる。そして遠距離近距離両方とも攻撃できるからな。よし、いいぞ、玉滝&茶滝もね、すごいジャンプしてる。よし、もうちょっとで削り切れるぞ。よしさすがスティンガーフリンだ。よし、ラボもそんなに壊れてない。おお、つえー、触手アタック、触手スマッシュが、はい、炸裂ということで、よっしゃー。おお、すげえ、キングコングみてえだな。高い建物に巻きついて、うわー、いいぞスティンガーフリン、よくやってくれた。うん、引っかかっちゃってんじゃねえか、風船みたいに。俺がお前たちの敵か。なるほど、なかなかにいいラブだ。そうだろ、スティンガーフリン、違いがわかる男だな、お前は。よし、ついにやったぞ、ラボを取り戻した。みんな、よくやってくれたな。パロ、ナイスな作戦だったぞ。分断作戦大成功でしたね。これだけの人数が一度に戦うとパソコンも落ちてしまいますし、一石二鳥です。ああ、確かにそうだな。スティンガーフリン、戦ったらこんなにも強いのか。とってもかっこよかったわよ、スティンガーフリン。あなたがいなかったらこのラボは取り返せなかったわ。悔しいけどよ、お前の力には驚かされたぜ。たまには俺とスパーリングしてくれよ。俺からも頼む、スティンガーフリン。みんな、ありがとう。しかし、私はこの戦いで多くのエネルギーを使ってしまった。また、しばしの間、眠りにつかせてもらうことにしよう。時が来たら、また起こしてくれ。おー、スティンガーフリン、また寝ちゃったぞ。また海水のとこに連れてかなきゃいけないのかな。私の MP が回復したら海まで飛ばしてあげますよ。そっか、バウンセリア女王の魔法もあるしな。いざとなったらモンスターボールもあるし、これで運べばいいだろう。ちょっと、アキスさん、なんでそれを使わなかったんですか。あ、確かに、ごめん、忘れてた。こうしてアキスたちの中に束の間の平穏が訪れた。そう、束の間の邪魔たき&玉たきがやられたか。まあいい、これからだ、これからだ、お楽しみはな。せいぜい、つかの間の喜びをかみしめておけ。は
はい、というわけでですね、今日はスティンガーフリンがついに目覚めたということでですね、いやめちゃめちゃでかくてね、はい、強いユニットが誕生しましたねということでね、はい、リクエストもめちゃめちゃ多かったんでね、はい、4日間かけてね、はい、めちゃめちゃ頑張って作りましたというわけでですね、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。ブラッドゴーレム全然攻撃が届かなくてたじろいでるな。さあ今日もですね、最後にじゃんけん T-Rex やっていきましょう。でか、最初はレックス、じゃんけん何が出てくる。はい、出てきたのは、はい、チョキだ。いや、スティンガーフリーめちゃめちゃ機動力あるな。はい、皆さん今日も動画最後まで見てくださってありがとうございます。お、一瞬でじゃんけん T-Rex 倒したぞ、強い。はい、それではまたねー。めっちゃでかい。